マイインターン50点。70歳のじいさんがゾゾタウン的なところでインターンシップ。おじいさんだし、女社長さん結婚しとるし、恋愛要素がなくて潔い。なのに変に気を使ってしまうおじいさんが可愛くて仕方がない。いつまで経っても男は狼なんでしょうかね。と、パッと見好印象なんですが、すんげえ上辺だけの映画でした。使えそうな伏線。Facebook やら元事務所やら孫やら息子やら老人の友人やら同僚や仕事やら大量にいい感じの伏線あったのになぜ使わなかったんでしょうかね。慣れない仕事で失敗したり今時の若者に反発を覚えたりなぜしないんでしょうか。さらには何せみんなで寄ってたかってじいさんを甘やかすもんだからもう正直首かしげまくりでした。誰かしらじいさんうざいとか思いません？普通はね、あんだけいたら。アンハサウェイ社長さんとの絡みは心温まるんですが、やっぱりこれも上辺だけなんで芯までは温まりませんでした。まあ、じいさんが出したアイデアを実現させて孫やら老人友人やらがそれを見るとか全然できると思うんですけどね。まあ、不満だらけ、正直全然面白くなかったです。